国鉄 C95 系コンテナは、国鉄が1978年から1980年まで製造した鉄道輸送用12フィート長をトンズミカンイホレコンテナである。JR 貨物へ引き継がれた現役時代の C95 から385。向こう連絡線が廃止された後地に整備されていた旧高松駅にて、1994年4月8日、撮影。 従来の冷蔵コンテナは、型に輸送になる傾向があるため、低温輸送貨物のみでなく、一般貨物も輸送できる、簡易保冷コンテナとして、C21 型を元に開発された。600個製造され、主に野菜などの生鮮食品の輸送に使用され、特定駅に常備して運用された。国鉄分割民営化後の日本貨物鉄道に引き継がれたが、1993年度以降、 新型コンテナの登場や、私有保冷コンテナの台頭により用途廃止が進み、2006年度に全廃された。片側目扉のみの一方開きで、外乗り寸法は高さ 2350mm、幅 2438mm、長さ 3658mm、内方寸法は高さ 1946mm、幅 2250mm、 長さ 3441mm、床面積7.7平方メートル、時長1.8トン。内容積は15.0立方メートル。最大積載量は5トンである。内部は発泡ウレタンによる断熱材の打ち張りが施され、簡易保冷仕様となっている。形状については c 2 0系、C21 型と同じである。初期生産型は c 十一型と、 同じく上部四隅にツイストロック式の釣り金具付きだった。中期生産型は C20 系3万番台と同じ形状となり釣り金具が廃止された。後期生産型は C20 系4万番台に順じて妻扉のロックレバーが左右2個に増加した。簡易保冷であること示すため、白をベースに下部をブルーに塗装され、その上に同色のピンストライプがある。 ありがとうございます。